1866年、日本への出発前のフランス軍事顧問団。中央で立っているのが、団長のシャルル・シャノワーヌ。その左に座っているのが、デュ・ブスケ。同右側が、ジューロブ・リュネ。アルベール・シャルル・デュブスケは、フランスの軍人。後に、明治政府の、親とい外国人。1837年3月25日、ベルギーに生まれる。1855年。 フランスに戻りサンシール陸軍士官学校に入学、卒業後上位に任官された。アロー戦争に、従軍、1860年、英仏連合軍の北京占領にも参加した。第31不評連隊の不評注意だった1866年、14代将軍、徳川家持の要請で、ナポレオン三世が派遣した、シャルル・シャノワーヌ隊を隊長とする、第一次使費。 フランス軍事顧問団に選ばれた。ジュール・ブリュネとは異なり、箱館戦争には参加しなかったが、政治や軍事についての情報などを、顧問団を抜けたブリュネに送り届き手助けしていた。幕府崩壊により、軍事顧問団は解雇されたが、デューブスケは帰国せず、フランス公使館の通訳として、日本に残った。1870年、兵部兵顧問に採用され親と外国人と、 なった。同年2月、大倉所有、伊藤博文、大倉官僚、渋沢栄一から製紙業の専門家を紹介するように、富岡製糸場の機械購入、技師商兵の相談を受け製紙にし、ポールブリューナを推薦した。ブリュナは、リオンの県業界で仕事をした後、横浜で日本から輸入する絹を検品する検査官の職にあった。 1871年には翻訳官として、元老院の前身であるサインに雇用された。以後元老院の国権暗記層の資料などを含め、100以上の法律、軍事などのフランス資料を翻訳したほか、条約改正交渉に関して助言、兼議した。当時の資料では、ジブスケと呼ばれている。1876年、日本女性、田中花と結婚、6死を設けた。 日本政府との契約が満期完了した後もフランス領事として日本に泊まり1882年6月18日に東京で死亡した。墓地は青山霊園、墓碑にはジブスケと刻まれている。デュブスケの棺儀には4人が付き添ったが、そのうちの1人はアーネスト佐藤であった。ありがとうございます。